どうも、ナイトメアの質疑です。ナイトメアボーカルのヨミです。はい、ということで今月も始まりました爆裂ナイトメア。はい、はい、今日もこれありますね。ね、今日もありますよ。正面からだと見づらいけど。そうそう、はい、あります。はい、そしてこれもありますよ、はい、今日も それそう、これはこれもありますよ。あれですね、はい、ハイのボール。ハイのボールです。高めの球。そう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 、高めの球。はい、はい、乾杯。まあ、ここまでちょっともういただいてたんですけど ね、いただきます。うん、うまい。行きましょう。はい、ということで、寝苦しい日々が続いておりますが、はい、ヨミさん、エアコンは基本何度にしてますか？だいたい24度くらいですね。 24? はい、おお、あたりの自動運転。あ、みたいな。風量はじゃあ、あ、そうそう、あの止まったり、なんかその気温にずっとなるように、はい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 、そうしてる感じですね。なるほどね。はい、私あれですね。何ですか？リビングが、はい、リビングが23度ぐらいなんですよ。うんうんうん。でリビングはちょっとね、低い方がいいよね。にあのほら、基本リビングにワンコたちがいるので、はいはいはい、その熱中症が怖いんでワンコたち、うん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 、で寝室は25ぐらいかね。うんうんうん。おお、なるほど。まあでも大体そこら辺だよね。うん、あのね、そう、寒いって言うでしょ。あのね、うちリビングが冷えないの。うんうん、全然冷えなくて。そう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 。みんなは何度ぐらいなんだろう。みんな28度。え、27。え、そんなんじゃ俺寝れないよ。エアコンない。え、おお、やっぱなんか27度、28度多いね。エアコン古いから21。なるほどね。あれじゃない、女の子とか特にほら冷え性の方とかね、いるじゃない。うん、あ、それはあるか。だからかね。なるほどね。そんな暑い部屋でもう寝れない。昨日俺もう暑すぎて、これ以上ね、エアコン下げるのもあれだなと思って、俺もうパンツ脱いだもん。パンツは変わんなくない？いや、変わるの変わるの、マジで体感。もうだから降るの、パンツまで行ったら変わんなくない？え、こうパンツは分かるよ、うん、パンツは分かるけど、うん、パンツまで行ったら変わんなくない？いやいやいや、変わる。今日やってみて。なんで？え、いや、やんないけど。でも暑くて暑くて、もうあのもう脱いだ、脱いで寝たんだけど、うん、もうだいぶ涼しい、やっぱり。え、もう全裸ってこと？あ、T シャツは着てる。なんで？それは先に T シャツじゃない、脱ぐの。うん、だちょっと変態みたいな感じ、若干。いや、若干っていうか立派な変態だよね。はい、なるほどね。はいはい、はい、まずそんな感じで、はい、では、はい、ここでニコニコ、メール紹介します。はい、ニコニコネームピーヤはご機嫌斜めさんからです。うん、ひつぎさん、ヨミさん、こんばんは。こんばんは。私は学生時代、夏といえばリゾート地に住み込みのバイトをして夏を満喫していましたが、うん、お二人にとって10代の頃に思い浮かぶ夏の光景といえば何でしょうか？もう田んぼしかねえからな、うちの実家は。夏、俺でもやっぱね、お父さんと、うん、もう夜カブトムシを思い出しちゃった、急に。前回の放送。ね、そう、あの、まあ、カブトムシを取りに行ったんだ、うん、食べるためではなくてね。でもちろん、うん、を連れてってもらったりとか、うんうんうん、子供の時はね。とか俺意外と子供の時は海あんま行ってなくて。ああ、あの海も近いもんね。近い、うんうん、実家からは近いんだけど、うん、本当年に1回2回行くか行かないかみたいな。へえ、そんな感じだったんだ。海は中学校とか高校の時は、なんか友達とか先輩とか、まあ、うちの親とかもそうだけど、うん、車運転できる人に乗せてってもらって、はいはい、川の上流の方に行って、うんうん、で上流ってやっぱ冷たいじゃん、綺麗だし、うんうんうん、そういうところで川遊びしてた。あ、飛び込んだり、そう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 、うん、泳いだり、そうそうそう。なるほどね。田んぼの景色なの？田んぼしかないです、夏。うん、だからまあなんだろうな、こう、まあ、ずっと野球やってたんですよ、うん、なんで、まあ、みんなでこう野球の練習をしたりとか、
あとなんだ何してた夏、何してたかな、何もしてないの何してたな、まあ、何もないんでね、うん、いいな、でも夏は川でバーベキューしてたなとかさ、あ、肝試しとかもしたわ、あ、したした肝試しした、お寺、それともお寺、なんかお寺、まあ神社とかさ、 あのお寺とかさ、なんかそのお墓とかさ、お墓とかじゃない、なんかあ、心霊スポットみたいな、そうそう、なんかお墓はなんか行っちゃダメなイメージがあった、あ、そういうなんか遊びで行く場所じゃないみたいな、うん、毎回連れてくるからねいや毎回連れてね、もう持ち帰り上手だから本当に、いやもうそしたら俺んちどうなってんだよまあでもまあ心霊体験というか、はい、心霊スポットは行ってたね。ね、あ、なるほどね。あ、確かに心霊スポット行ってたね。行ってた。まああとはまああのなんだろうな、現茶の免許をその時、うん、当時は持ってたんですけど、まあみんなでね、こうなんかこうツーリングに行ったりとか。ああいいね、うん。してましたね。あ、うん、まあ、夏はそんな感じですか。夏はそんな感じですかね。はい、我々そうですかね。うんうん。はい、ということで、はい、こんな感じで我々に聞きたい質問など、お便りお待ちしております、はい、さて我々ナイトメアですが、10月7日にニューシングルインクをリリースします、はい、先週日曜日にはタワーレコード渋谷店でイベントも行いました、うん、はい、来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あの日はあれでしたね、個別でメンバーごとに、ね、はい、っていうサイン会でした、ね、うんうんうん、参加してくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございます。なんかね、2016年に俺ら活休したじゃん、はい、なんかそれ以前のイベントとか以来に会う子とかも結構来てて、うん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 、で、ほら個別なんだけど、はい、ゾジのファンの子とかが俺の会とかにも来てくれて、はいはいはい、めちゃくちゃ久々に見てさ、うんうんうん、素で言っちゃったよね、めっちゃ久々だねってお帰りみたいな、そうなんかね、すっげえ懐かしい感じがして、うんうんうん、楽しかったですね。なるほど、はい、まあ、でも個別ってなんかあれだよね、やりやすさも少しあったよね、やっぱりね。そうね、うん、時間もゆっくりだったし、うんうんうん、ああ、サイン会関連のメールですね、はい、これお名前は書いてないんですが、先日ひつぎさんのサイン会に参加させていただき、もう会えないと思っていたひつぎさんの元気そうな姿、なんでそんなこと言うのなんでもう会えないとか言うの、ね、あ、コロナでね、こういう状況だからね、うんうん、会えるよ、うん、会える、はい、もう会えないと思っていた杉さんの元気そうな姿を見て、いつも以上にありがたさを感じました、うん、しかしあまりにも感動したのか頭が真っ白になり、杉さんが話しかけてくださったのもまともに答えられなかった気がします、うんうん、直接伝えられなかったんですが、大変な中開催していただきありがとうございました、元気出ましたと、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。なるね、まあ他のメンバーみんなにも絶対そうやって思ってるからね、ファンの人は。会えないはないよ、うん、やめよう、 それはなんかね、悲しくなる。待ってるよね、私ね。待ってるよ。待ってるし、うん、いつかその会いに行くのを待っててほしい。あ、そうだね、うん、うん、その今東京にさ、やっぱそう来るのはね、ちょっとね、うん、来るのはこう、うん、ちょっと不安があるもんね、怖いというかね、うん、まあ、あるだから、うん、あるだからね、あるだから、うんうん、そのこっちから会いに行くのを待っててほしいね、うん、うんうん、待っててください。はいはい、まあまあそんな流れでもありますが、はい、ライブツアーの日程も発表されてますね。はい、ナイトメア 20th anniversary ライブツアー、10月に、仙台、大阪、名古屋、東京と、うんうん、4カ所を回る予定ではあります、ね。まあ、これもどういう形で最終的に行えるかっていうのはまだそのね、最初判断は出てないですが、まだね、うん、まあ、無事にできるといいなと、そうだね、楽しみだなと、うんうん、まあだからもうぶっちゃけ本音で言うと難しいと思うよ、うん、まあね、まだね、こういう状況だからね、いろいろと難しいと思うけど、うん、まあ、やっていきたいなと思います。私というか我々行きたい、もうツアーやりたい ね本当に何もね、本当にこういう状況じゃなかったら本当にやりたいんだけども、うん、なあ、まあね、どうしてくれようだよ ね本当に、まあ、なので、ちょっとね、どういう状況になるかちょっとまあ分かんないので、うん、まあホームページだったりね、メンバーの、はい、SNS とか、
そうですね、チェックしておいてほしいなと思います、はい、お願いします、はい、ということで、ツアーの詳細はまた後日発表になりますので、はい、先行販売は8月下旬頃を予定しておりますので、もう少しお待ちください、はい、さてちょっとこれ先月もなかった、え、さて、はい、さて読みさてさて読みさてこれ何なの、これ誰が修正しないね、多分誰が何、うん、なんで、まあ、来月は来月は修正 されてますんで、先月もあったよね、先月もそれでした、さて読みさて、うん、今夜も皆さんからメッセージを募集しますはい、じゃあ今夜のテーマ、よみさんお願いします、はい、今夜のテーマはこちら、私の好きなアイス、どんどんパフパフないですね、ないですね、効果音がないですね、どんどん、はい、どんどん、夏に欠かせないものといえばアイスでございます、はい、毎日アイスを食べている方もいるかと思いますが、今夜はあなたが好きなアイスを教えてください、好きなアイスの名前、ハマっている理由などをどんどん送ってください、うんうんうん、ちなみにヨミさん、今年夏はアイスを食べましたか、食べましたね、それはどんな、スイカバーです、うわー懐かしいというか食べてないわ、もうスイカバーですよ夏は、はあ、もうスイカバー、はあ、うん、スイカは食べた、食べました、あスイカも食べたの、食べた、俺スイカも食べてないわ、あのやっぱスイカ、夏は夏は夏はスイカ、アイスはスイカ、うん、野菜は、うん、スイカ、うん、うん、じゃあ果物は、バナナうん、果物だと夏なんだろう、夏の果物って何、果物、夏の果物って何、夏の果物って何、夏の果物ってみんな何、あマンゴー、マンゴー、あメロン、あメロンなの、あ桃も、あ桃、桃もって桃桃なんだろうなんか恥ずかしいな今の、あ梨って秋のイメージない、梨は秋のイメージ、ね、マスカット、ぶどう、はい、あ、シャインマスカット、シャインマスカットだ、シャインマスカット食べたい、シャインマスカットだ、あんだけ押してたスイカどこ行ったの、え、うん、まあスイカはね、あれ野菜なんでしょ、あれスイカって野菜なんでしょ、あ、そう、スイカ野菜、野菜です、うん、なるほどね、あね、いっぱいあるね、うん、意外と、ライチね、ライチいいね、あライチ、ライチは、うん、ドリアンはいらんあれはもうほんとごめんけど、あパイナップル、ドリアン、ドリアン農家さんがもしいたら申し訳ないけど、うんうん、あれだけもう一生大丈夫申し訳ないから、あ俺はあプラム、プラムもうまいよね、うん、ああ、うん、あれだけはでもカブトムシは夏の果物じゃないからね、うん、夏の果物ではない、夏までは合ってるけど、 あれはあ、ブルーベリーだって、あブルーベリーね、あブルーベリーいいね、うん、ブルーベリー、うん、カブトムシたちが夏の虫だからあれはね、うんうんうん、はい、ということでそんな感じで皆さん、はいはいはい、今日はね、はい、メールをもらうんですが、はい、アイスに関してすでにメールが届いてる、はい、メール来てますよ、かはい、はい、いいですか、どうぞどうぞ、ですね、名前牛さんからいただきました、ひつぎさん、ゆみさん、残暑お見舞い申し上げますと、残暑、もう残暑、多分もう残暑なんだ、国書まあ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 、秋田にはですね、はい、ババヘラという名前のアイスがあります、 おばあちゃんがヘラでアイスを盛り付けて売っているのでババヘラという名前です、で夏に秋田県内の道端でパラソルを開いて、おばあちゃんが売っています、いちご味の、ピンク色とバナナ味の黄色のアイスを、バラのようにヘラで作ってくれるので見た目がとても可愛いです、うん、秋田県のソウルフードアイスなので秋田にいらした時にはぜひ食べてみてください、だそうです、知らねえ、ちなみにですね、今コメントで、あ今残暑なんだって、そうお盆過ぎたら残暑なのって、お盆過ぎたら、じゃあ残暑ですね、残暑ですね、ちなみにババヘラ何、そうあのメイクさんがね、秋田県ニーヤンチのやつ、ババ違う、そのババだよ、ね、違う、ニーヤンチのやつじゃない、あのおばあちゃんっていうところだね、ババアババアの作ってる、ちょっと言葉悪いんだ、言葉悪くないだよねっていうことですよね、言葉悪くない、ちょっとそうババア、うん、あれはババだから何があの人はババ誰が言
ちゃバーバーいやでも ねおばおばおばヘラでもいいじゃんね。まあね、おばあちゃんヘラ、おばあヘラでもいいじゃんね、うん、まあね、そのバーバー、うん、そうだからメイクさんが秋田県出身なんですけど知ってましたよ。え、何それヘラ、ヘラでどうやって食べんの、何回乗っけんの、ヘラのまま食べんの。いや、ババアがヘラで売ってるからババヘラなんです、マジで、ただそれだけです。あで、絶対に秋田県民は絶対知ってます。へぇ、しょ、もう県内のどこでもそういうババアがいるんだ、いっぱい。基本小学校とか幼稚園の運動会とかに絶対いるんで、絶対知ってます。うん、あなるほど、ピンと黄色のなるほど、ジジヘラはないんですか。ジジヘラは僕はないです。お前それ言いたいだけだろ今。なるほど、あこれ食べてみたいですね、このアイスね、うん、うんうん、味はバナナ味、あのいちご味とバナナ味があるそうです。2種類なんだ、なんか、うん、混ざってんの、ピンクと黄色のなんか2層みたいな、あ2層になってるやつだけどね。基本的にこの、 あの2つの味のやつしかない。ああそれしかない。そうなんだ、いや食ってみたいですねこれね、うん、うん、画像があるんだ。あこんな綺麗なやつなの、視聴者の皆さんも運営するリンクで、これ映えるわ。えあのインスタ映えするやつだ。まあするよね、ねえリンクで見れるみたいですね。なるほどね、なるほど、まあ、食べてみたい、うん、食べてみたいですね、はい。あともう一つ来てます、ニコニコネームヤブタンさんからいただきました、うん、ヨミさん、ヒスギさん、こんばんは、まあ、は昔、コンビニでアルバイトをしていた夏の夜のことです。一、うん、人のおじさんがアイスを食べながらコンビニへ来店されました。おじさんは店内を一周した後ニコニコしながら私の方へ、なんと、先ほどまで舐め回していたアイスの棒を私の目の前で口から出した、アイスの棒を私に差し出し、ガリガリ君当たっちゃったと一言。私は店員として嫌がるわけにもいかず、うん、笑顔で、ペチャペチャのベアペチャペチャの棒と、新品のガリガリ君を交換しました。私はガリガリ君が大好きで、3日に1本は食べるヘビーユーザーなのですが、今まで当たったことが一度もありませんということです。あ、うん、俺結構ガリガリ君はね、俺使ってるって意味わかんないけど、あのちゃんと食べてるんだ、ね、いただいてますよ、うんうん、結構だから当たったことあるよ。あそう、あるでもなんか、うん、子供べちゃべちゃのアイスの持ってた乾燥させるけど、ああちゃんとね、かわね、させてたけど、うんうん、なんか大人になってからはなんか、うん、あ当たったっていう、そこでもう喜んで完結しちゃう、うん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 、なんかあの大吉みたいなね、そうなんか、うん、照れないこの年になって。っていうかさ、俺たちのちっちゃい頃って駄菓子屋さんだったじゃない、なんかそういう雰囲気の、うん、とかだ持ってきやすいじゃん、もうコンビニってちょっと若干持ってきづらいよ、ね、そうなんかコンビニとかスーパーもそうだけど、ね、この棒を持ってってガリガリ君の当たったんですけどっていうのも恥ずかしいし、ね、ちょっと恥ずかしいよね。じゃあ何か買い物して、うん、あそのついでにね、ごまかし、うん、ポケットからスッて出すの。これ持ってもやりにくいじゃん、ちょっと。あまあね、だから一応もう当たった時点で、うん、この喜びが当たりとして、うん、なるほどね、消化するようにはしてる。大人持ってけないよ。持ってけないね。持ってけない、確かに。持ってくだろ。いやーちょっと駄菓子屋さんみたいなとこだったらいいけど、うん、コンビニとかスーパーはきついな。いけないよね、きつい。いやこれでもみんなも分かるって言ってるから、うん、いけないよね、なんか行きづらくない、行きづらい。何なんだろうね、まあ恥ずかしさもあるし、うん、照れもあるし。そうだね、なんかね、逆にもうちょっと自分たちが年取っておじいちゃんぐらいになったら持っていけるかも。可愛いかもね、そっちの方が。ね、うん、このリアル30代とかはちょっとね、うん、まあ、照れがあるんで持っていけないか、うんうん、あでも俺べちゃべちゃで持っていかないよ、ちゃんと乾かしてね、拭いてね、乾かして、そう拭いて乾かしてね、うん、あいけない、いけない、やっぱいけないが多いんだ。そうだよね、うん、このアンケートはいる。いや、いります。持っていけるか持っていけないかのアンケートっているの、うんうん、いる、うん、初めて見たんだけどこれ、うん、いいっすね、あのこういうのいいっすね、あの
ちゃんともう聞かないでももうそういう風に出してくれる。いるかね今の、うん、いる。あいるならまあ、うん、いいですけど突然のね、はい、ということで、今夜は後ほど、はい、みんなの意見を参考にして爆裂ナイトメアおすすめのアイスベスト3を決定します、はい、ではここで爆裂ナイトメア今月の1曲目に行きましょう、うん、ではよみさん行きますか曲紹介。はい、それでは、皆さん聞いてくださいナイトメアでミミック。ナイトメアの質疑と読みがお送りしている爆裂ナイトメア、はい、続いてこのコーナーに参りましょう。はい、質疑 VS 読みどっちの勝利者フォースシーズン、はい、はい、ということで、このコーナーは私と読みさんが罰ゲームをかけてさまざまな対決をしていきます、はい、現在持ちライフポイントは質疑これは96ポイントなのかな、違うでしょ、90ポイントでしょ、あ、90ポイント、うん、96とかそういう中途半端な点数じゃないから
そう、うん、俺これ96、あのカブトムシ食べたから、まあ、の4点みたいな感じじゃないから お前出させて、今回4点だけでいいみたいな感じじゃないから、やめろ、香る靴の中に土と今回ないよね、まさか、ああいうのやめてよ、ないよね、あ90ポイント、これ96に見えるだけだね、90、はい、私質疑90ポイント、はい、ヨミスさん90ポイント、うん、もちろん1ポイントが0になったら罰ゲームがございます、はい、で今日なんですけど、はい、なんかまた新しいこと考えてくれたみたいです、はい、今夜の対決はこちら、ヨミネーター VS ヒツネーター、ん、まあ、ターミネーターみたいなやつですかね、ほうほう2人で裸で素裸チッポパーパー、いや見られちゃうじゃん、みんな見られちゃう、ダメだぞ、違う違う、そっちのそれじゃないよねダメですダメです、それはダメ、生だから、うん、生だからね、ダメです、生でね、生じゃなくてもダメです、はい、ということで、まずは皆さん、アキネーターっていうあれ知ってますかね、ね、なんかちょっとインドっぽいような見た目だよね、アラジンみたいな、ね、感じです、はい、知ってるかな、みんなね、うんうん、ネーター知ってる、はい、ある有名人を思い浮かべた後、ランプの魔人に扮するキャラクターから、その人は男性ですかなどの質問を5つぐらいされると、その有名人の名前がほぼ明らかになるという人気のサイトです、うんうんうん、はい、ユーザーの中でやったことある方いるかなって書いてあるけど、結構いるんじゃないかな、俺もやったことあるし、うんうんうん、やったことある、あるある、うん、あるよね、当たる当たる、うん、懐かしいよね、杉さん出た、あ本当出た、うんうんうん、今年出た、ほら嬉しいね、要はそれになればいいんでしょ、自分が、そうです、今回の対決はアキネーターを意識した内容となっております、私質疑とヨミさんが、うん、それぞれが有名な人やキャラクターなどを想像します、うんうんうん、まず、まあ、ありますね、 こちらにこう、これに書いてもらいます、はい、でこれは字で字で字、あ字で、これはもう自分以外には見せないでください、うんうんうん、書いたらで、自分以外には見せずにユーザーのみんなが、あなるほど、はい、ユーザーのみんなはこう、どんな仕事をしてる人ですか、はいはいはい、どんな仕事をしてるじゃダメか、こういう人ですか、ああいう人ですか、何聞きですか、はい、何色の人ですかでもいいし、に答えていくって感じね、に、はいか家で答えられる、あ、はいか家、なるほど、質問をみんながコメントに書いてもらいます、はいはいはい、で、それを繰り返して、はい、そこで俺が聞けばいい、そのコメントみんな、だから、あ、例えばゾジーが書いたら、はい、コメント書いてくれてるみんなと俺が協力し合って、いかにその人物なのかキャラクターなのかを早く当てる、なるほど、質問の回数は関係ない、なるほどなるほど、早く当てた方がね、はい、だからドジーが何かを書いたら俺はもうみんなのコメントとかを見ながら、ああああああ、こうじゃない、ああじゃないとかで俺が思ったことを聞いたりとか、はいはいはい、逆にあこの人じゃないかっていう人も流れてきた人の中から答えていくような感じでもいいと思います、それでも OK、 あー OK、 はい、でも人というか、でも人じゃない可能性もあるからね、あなるほど、はい、キャラクターあでもいいんですね、でもじゃあ人かキャラクターにしよう、人かキャラクター、まあ、はい、うん、分かりましたで、それでタイムを競います、はい、はい、でユーザーに答えてもらったというか、まあ、それで俺が代弁して答えて当てたら、次の対決に行くと、うんうんうん、はい、勝ちです、早く行った方が、なるほど、はい、で勝敗が並んだ場合、つまり同点の時は1回戦と2回戦の総合タイムでより短い人が勝ちますと、うんうんうん、で2回戦はありますね、はい、はい、OK、 みんな OK、 みんな協力してもらわないと OK、ね、OK OK、 いける OK、オッケー、よし、じゃあまずはヨミさんからです、はい、思い浮かんだキャラクター人物をスケッチブックに書いてください、オッケーです、で見せないでくださいね、見せないでね、はい、はい、さっきまでハイボールだったんですけどね、急にレモンサワーになりましたねはい、オッケーです、書きました。
木さん、書きました。はい、書きました。ごめんなさい。はい、はい、では準備は OK でしょうか。うん。じゃあもう早速いきますか。はい、どうぞ。じゃあ読みネータースタート。はいか家でしか答えられない質問なんで。はい、それは俺も知ってますか。はい。人間ですか。はい。お、男性ですか。はい。三次元ですか。いいえ。あ、二次元だ。え、ミュージシャンですか。いいえ。あ、二次元だ。大きいですか。うん、いいえ。え、じゃあ小さいですか。あ、いいえ。はぁ、そのままやったら待って、サイズ感それおかしくない。え、地球にいますか。はい。日本ですか。はい。ごめん、二次元と三次元の俺さ、あの、分かってないんだけど。嘘でしょ。ごめん、そこだけちょっとやり直してもいい。アニメが二次元とか。あ、違う。ゲームとか。あ、違う、ゲームじゃないです。いいえ。じゃあ三次元、実際にいる人ですか。はい、そうです。実際にいる。え、でも大きいかも小さいかも分かんない。中途半端なんだよな。年上ですか。はい。年上で、ミュージシャンではないんだよね。はい。スポーツ選手ですか。いいえ。バンドマンではないんだよね。いいえ。アーティストでもない。会ったことありますか。はい。え、ちょっとむずいんだけど、これ。え、これってもうその人物なりキャラクターの名前出してっていいんですか。ミッキーですか。いいえ。違う。え、芸能人ですか。はい。芸能人。ちょっとみんなわかる。踊る人ですか。はい。踊ってるところは見たことありますね。はい。俳優ですか。いいえ。ヘッドオンって全然わかんない。俳優じゃない。え、会ったことあるんでしたっけ。はい。え、誰だ。え、東京の人ですか。東京に住んでますか。はい。ちょっとマジでわかんないんだけど。え、マジでわかんない。タモリさん。いいえ。武井壮さん。いいえ。え、ちょっとむずいんだけど。これ難しい。難しいとか、あの、答えは難しくないんだけど。一人だよね。お笑いの人ですか。はい。お笑いの人。はい。お笑いの人一人だよね。はい。ダウンタウンさんですか。いいえ。え、もうみんなも知ってる人ですか。はい。あ、上島竜兵さん。いいえ。マジでわかんない。え、でも踊ってるの見たことあるってさっき言いましたよね。はい。小島よしおさん。いいえ。え、ちょっと待って、でも東京に住んでるんですよね。多分関西の人じゃないですよね。はい。東京の人。はい。関東のイメージ。はい。志村けんさん。いいえ。いや、ちょっと待って、テレビによく出てますか。はい。上半身裸ですか。はい。江頭2時50分さん。はい、そうです。むずい。これはむずいわ。正解です。いや、これむずいって。今何分？2分50で、それ2時50分で。今どんくらい時間かかったんですか。それは2時50分。2分50秒じゃない。
メントのやつはコメントで流れたのは25分。あ、25分しかどん時間かかったの。どんぐらい時間かかったんですか。4分20秒。あ、4分20秒。いや待って、これちょっと待って、今のめっちゃ難しい。これ今でもみんなも絶対納得よね。難かったよねこれ、うん、難かったよ絶対。うんうんうん、絶対難しかったて。そうか、会ったことあるか。そうだわ、うん、ね、俺たちが、新宿にまだリキッドルームがあった時にですね、うん、一度ちょっとゲストで来てもらったんですけど、みんな難しいって言ってるもん、うん、はい、じゃあ杉さん、これさ、俺今ヒッツネーターの番ですね。これ書こうと思ったの今、はい、これさ、前回のやつ誰っていう、それ誰だ。前回のやつやめて、これ取っとくの、うん、もう捨てて。まあ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 、びっくりするから、うん、はいはい、行きましょう。じゃあみんな手伝って、これでもこれじゃあ俺ちょっと難易度上げていい。はいですよ、はい。で、うん、おら、おそ、まあちょっと俺もだからイメージでいくわ。はいはい、では、はい、それではいいですか。それではいきます。はい、ヒッツネータースタート。2次元ですか、3次元ですか。あ、ごめん、聞くと間違って。俺はなんて言えばいいの。そうだね、2次元ですか。はい。あ、二次元ですか。いや、どうなんだよ、だから、まあ、はい、はいははいかな、でも、うん、わかんない、その三次元、あ、でももともと二次元じゃないですか。もともと、もともとってどういうことだよ。ですね、じゃあ、芸人さんですか。いえ。アニメのキャラクターですか。はい。お、アニメのキャラクター、夢の国ですか？あそこは夢なのかな？いや、違うと思います。なるほど。日本のアニメですか？はい。なるほど。それは7つの玉を集めるアニメですか？7つの玉を集める、い、集めんのかな。いや、わかんない。いい絵だと思うけど、わかんない。そういう、そういう回があるのかもわかんないですけど、多分いい絵ですね。 メインテーマではないと思います。鬼を殺しますか。鬼を殺す、わかんない、わかんない。イメージだよ、俺もそんなあれだから。イメージだけど、多分殺さないんじゃないですか。ああ、そう。あ、じゃあスポーツのアニメですか。いや、違います。え？ SF のアニメでですか。 SF… SF っちゃ SF ですけど、なんかそんなイメージでもない。ほう。何かを盗むアニメですか。あー、盗むちゃ…うん、まあ微妙ですね、それ。何かポケットから物を出しますか。とてとてんではないですね。だな、じゃない。ではないですね。人を食べますか。食べないです。なるほど。じゃあ家族はいますか。あー、それいい質問ですね。なんか血のつながってない家族感もあるかもしれないです。これはいか家であったよね、それは。そうね。家か。いや、でもはいなのかな。はいっちゃはい。ほう、あー、はいはい、わかりました。はい、それでいきますね。いきますよ。ワンピースですか。それ何？そこで行く？ワンピースですか。え、一回しかダメなの？あ、そうか、そうか、そうか。あ、ですよね。ワンピースですか。ワンピースですね。うわー！いやいやいや、え、キャラでしょ。まだ正解じゃない。あ、ワンピースまではじゃあね。じゃあワンピースまでは分かった。じゃあね。それずるいじゃん。
じゃあ、3時ですか？いいえ。じゃあ、ルフィではないですね。はい。チョッパーですか？いいえ。じゃあ、なんだっけ、おっぱいでかいやつ、なんだっけ、ナミですか？いいえ。じゃあ、あ、なんだっけ、エースですか？いいえ。みんなちょっととりあえずワンピースのキャラちょっと上げてて上げてて、クロコダイルですか？いいえ。ソロ？ソロ？ゾロ？ゾロ？いいえ。シャンクスですか？はい。うわあ！シャンクスです。うわあ！疲れた。疲れた。すげえ疲れた。これ難くない？今は何分ですか？なんと、はい、4分21秒で1秒違い でどっちでどちらかし鈴木さんの方が1秒有利です。1秒勝ってる。うわすげえ。本当にうわすげえすげえ接戦。シャンクスと江頭同じぐらいの難易度だったんだね。じゃあそうだ、エガちゃんとシャンクスは同じぐらい難しい。難しかった。すごいね。すごい、それはすごい。接戦だね。見た目っていうかね、うん、ちょっと若干違うけどね。全然違うんだけど、いやすごいわね。っていうことは俺の今回は負けになるのかな。そうなると、これはもうだからでも2回やるんでしょ、ね、あ、2回やんの。あ、もう1回あ、もう1回。じゃあ俺勝つけ。またまあ本来だから俺これで本当は俺の勝ちでいいんだけど。え、本来は。あ、本来はルールとしては。あ、ルールとしてはね、もうな並んでないから。並んでないね。うん、から俺勝ちで、うん、本当はもういいんだけど、もう1問いく。どうすんの。やりましょう。ほらやりましょうよ。ゆるいわ。やりましょう。じゃあ次は、ね、はい、どうします。そのキャラクター人物以外でも入れていきます。ああ、なるほどね。いろんな動物とか。それめっちゃむずいよね。むずいよね。めちゃくちゃむずいと思うよ。うん、みんな的にどうだろう。その、ね、でももう一回同じでもいいよね。同じの方がでも多分わかりやすいよね。食べ物とか入れ始めたらもう、ね、確かに全然出てこないと思う、多分、うんうん、終わんない、うんうんうん、くなると思うんだよ。そうそうそう、限定にする。逆にもう人間だけとか。あ、だけキャラクターだけとか。ああ、なるほど。それとも人間キャラクター両方入れる。ビジュアル系の人のみ。おお、バンドマンのみ。バンドマンのみか。それあれだね、いいね。バンドマンのみ。バンドマンのみいいね。ああ、それはジャンル関係なく、一応ビジュアル系縛りの方がいいんですか。バンド、いや、ビジュアル系縛りだけだと結構難しい。結構ね難しいから、バンドマン全部。あ、で龍一さんとヒデさん抜きだって。あ、まあでもそんなんだって。まあね、それはすぐね書いたら一発、うん、てかこれむしろこう流れてくるコメントじゃなくてもうバンバン言ってた方が早いかもしれないよね。そうなってきちゃうんだよね。そうなんですよ。どうする、バンドマン縛りでいくか、それとも人間全部入れるか。バンドマンでも早さそう。じゃあバンドマンで。バンドマンのバンドマンで。じゃあゾウジさんからそう書いてもらって。俺からか。オッケー、よっしゃ行くぞ。OK。 OK、 はい、行きましたよ。これワンチャン、例えば、はい、
これスタートした時に、はい、俺一回試しに一発で名前ボンって言ってみるのもあり。まあいいよ。ああはい。では読みネイター。はい。スタート。はい。ムックのサトチさんですか。いいえ。あぶねえ、これ当たっちゃったらどうしようかなと思って。はいっつって。俺会ったことありますか。はい。あなた会ってない人の方が少ないでしょ、どっちかって。いやいや、そんなことないよ、まあ、先輩ですか。はい。先輩、これでもパート絞ってっちゃっていいのかな。もういいですよね、もう、ボーカリストですか。はい。4人組のバンドですか。はい。え、もうそれ達郎さんですか。正解です。達郎さん。俺最近ゲーム配信したよ、ね、一緒に、ね、最近さ、そうそうそう、それは早いわ。でもじゃあムックのって最初言った時ちょっとヒヤッとするよ。ヒヤッとした。ヒヤッとした。ねえ、やはりまあそうだよね。ね、結構ほらやっぱり、はい、特徴があるじゃないですか。はい。俺これどこら辺だろう。ちょっとただいまの記録は、はい、59秒。わー、いいタイムですね。59秒。いや俺結構今早かったと思うわ。うんうんうん。どうしよう、これ参ったな。ちょっと俺分かんないんだけど、うん、なんかこういろんなレコード会社とか事務所の垣根みたいなのは越えてっていいやつ。まあこういうのはいいんじゃないですか。うん、大丈夫なの、いろいろと。悪口とかではなければ多分大丈夫だと思いますけどね。よし、はい、じゃあ書いてくださいよ。その前振りがあるっていうことはなんだろうな、そのちょっと大所帯な、大所帯って大所帯なところかな。これどうかな、もう分かんないかもしんないわ。分からない、分からないかもしれない。あ、俺が、うん、はい、じゃあ書いたんで、分かんない、分かんなかったら、いや分かると思うけど分かんなかったらちょっとあれですが、はい、それではいきます。ヒッツネータースタート。先輩ですか。はい。なるほど。4人組ですか。はい。なるほど。ギターですか。いいえ。ベースですか。はい。誰だ、誰だ、早く早く。早くない、頼るのが早くない、みんなに。自分のあれはないの。あ、あのグレーのジローさん。違います。違う。シドのアッキー。違います。じゃあ、あ、分かった。ムックのユッケさん。正解。なんで、もう早えって。なんで二人で、なんで二人でムック。早えって。なんでムックなの。めっちゃ被ってんじゃん。早え。俺たちめっちゃムックのファンみたいじゃん。まあ好きだけど。まあいや大好きだよ。大好きだけど。大好き。うん、もう早えって。ほらユッケさんだよね。ユッケさん、おー、いやちょっとムックのファンにご覧になっていただきたかったですね、今回の放送ね。いやほらもうやっぱムックって先輩であり、はいはい、でも、なんつうの、割と近いよねし、その、うん、なんかお前らなんつうの、俺らに対してさ、はいはい、お前らそんな後輩後輩すんなみたいなさ、あ、いやなんかすごい距離を近くしてくれる方々で、うんうん、やっぱ俺ら的にはもう昔からもう20年ぐらい前からさ、うんうん、
お付き合いさせてもらってるんで、そう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 、バンドマンって言うとムッカって出てくるんでね、だからあれですからね、僕が裸足になったきっかけも達郎さんですからね。あ、そうだよね、そうそうだ、お前足めちゃくちゃ怪我してんじゃないですか、それこれね、あの蚊に刺されて、あの寝てる時にめちゃくちゃグラッちょっとすいませんそう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 、だからね、あの裸足でライブをやるようになったのは達郎さんもね、裸足で、そうね、まあ、やってんの、インディーズの時にいいなって思って影響されて、うん、裸足になったわけです。影響されてって他人事みたいに言うのもあるあ、そう、影響されましてはいはいはい、はい、そうね、ね、いやちょっと今の俺負けた気するわ。うん、俺早かった、早かったよ、早かった、早かった。何分ですか。それでは最終結果をご報告いたします。はい、ただいまの結果が41秒。おっしゃ今回はヨミさんの逆転勝ちです。うわひょーうわひょーいって何なの。しゃあくそー、ユッケさんすいません。ねえ、達郎さん勝ったよ。ユッケさんのせいで負けたよ。達郎さん勝ったよ。ユッケさんごめんなさい。いやちょっと今の悔しいな俺、まだ、うん、ムックに帰ってこないだろうって思ったの。うん、そうだよね、わかるし、なんか勝手に言われそうなのが、なんかこう、うん、なんか先輩系に来るんじゃねえかって思われそうだっていうのもあったから、ちょっとこう東大元暮らしを狙ったつもりだったんだけど、ちょっとね、完全にな、うん、ユッケさんのせいで負けちゃったよ。ね、怒られるわ。あ、怒らないか、うん、あの人。はい、ということで、はい、今回はですね、私が負けましたね。負けました ね、 そうですね。はい、じゃあ、今回の勝負、ヨミさんの勝利ということで、よろしくお願いします。以上、ひつぎ VS ヨミどっちの勝利賞フォースシーズンでした。はい、ではここでメール紹介します。今月のテーマは、あ、メールはチャンネルで、あ、じゃあもうたくさんいただきましたが、最後に爆裂ナイトメアおすすめアイス、はい、ベスト3決めていくということで。なるほど、それをチャンネルにしましょうか。あ、もうそれチャンネルでいきます。もうそんなお時間になる。それも、あ、そうなんだ。あら、ってことは、の方でね、ってことはもう爆裂ナイトメアはそろそろお別れ。いや、もう、ほら、江頭出すから。ね、いや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 、そちらこそシャンクス出すから。その後の勝負、2人とも1分未満だからね。いや、面白かったですね、でもね。面白かった。うん、この勝負は面白いわ。うん、これまたやってもいいんじゃない？またね、そうだね、うん、みんなも参加できるじゃん、こう、うんうんうん、確かにあれじゃない、これじゃないか、うんうんうん、みたいな、ムック会だったなって感じ。熱いね、くそー、ゆっくりさんに LINE しよう、うん、負けました、ゆっけさんのせいで負けました。何のことって言われるか。はい、ということで、はい、爆裂ナイトメアはそろそろお別れの時間でございます。はい、さて、次回の爆裂ナイトメア、うん、一応予定ではあるのですが、日程が、はい、9月の15日、はい、火曜日、本当に火曜日、火曜日、はい、9月の15日火曜日の予定でございます。新曲来るか次は。え、いいの、そんな、来るの、来るのか、来るの、お、聞ける、見れちゃう、見れちゃう、もしかして、お、映像で、うわ、私たちまだチェックしてないですけど、大丈夫、見てないよ。大丈夫でしょうか。この間撮り終わった、ね、じゃあ撮り終わったけど、まだ見てないけど、お、インク来る、もう確定で出す、まあ、日程はもしかしたらずれるかもしれませんが、で次回の放送で、うん、で遠藤さんが言ってる、なるほど。これはね、じゃあね、こう期待ということで、まあ、次回はそうですね、新曲のじゃあ映像も見れるということで、うん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 、はい、ぜひ皆さん楽しみにしててください。はい、この後は会員限定番組メアトークをお楽しみください。今夜は、自作ゲーム、お、要はあのニコニコ動画であの皆さんがこう遊ばれてる、うんうん、ニコニコ動画で遊べるゲーム、自作ゲーム、なるほど、じゃあみんなと一緒にまたペイの方もいろいろこう やれると、そうそうそう、ね、やりとりもできるんじゃないかなと思います。はい、うん、はい、今夜は自作ゲームで2人で遊んでいくので皆さんも参加できるということで、はい、
はい、ぜひそちらの方も、楽しみに待っててください。ではここまでのお相手はナイトメアの質疑と読みでした。ではまたペイで。いや違う、ユッケさん負けたよ。この先は